はい、こんばんは。羽田幸正です、今回の動画はですね、大田区、高齢者のワクチン接種券5月21日到着予定が対象者の2割には21日到着しないんだってと、平野晴持大田区議から聞いた話です。昨日ですね、5月14日に、蒲田の駅前でですね、立憲民主党の、街頭演説をやってまして、YouTube で、撮影させていただきました。でその中でですね、演説をしていた平野議員の方から聞いた話なんですが、高齢者のですね、ワクチン接種券ですね、大田区は5月21日到着予定で、郵送してますというのを区報とかにも載せてたんですね、確か。ところがですね、5月13日の大田区議会の健康福祉委員会の方で、出た話だということで、平野議員が話しておりましたが、郵便局の手続きの関係で対象のうちの2割の人には21日に到着しないという話が、委員会で報告があったということを街頭演説で話されてました。大田区はですね、昨年のですね、特別定額給付金でもものすごく遅くなって、他の自治体はですね、他の23区はかなり処理が早かったりとか、まあ、遅いところももちろんありましたけど、まあ、大田区はですね、また BD の方も一番遅いとかっていうぐらいの遅い方のですね、集団の中にいまして、もう私が見てた大田区民がですね、定額給付金まだなんだけどっていうようなですね、どうなってるんだみたいなですね、お金がなくて困ってるのにみたいな感じの人とかのですね、ツイッターのツイートをですね、たくさん見ました。今回もですね、それこそワクチンのですね、杉薬局の社長が圧力で優先して受けさせただなんだということで、高齢者でですね、早く打ってほしいと思っている人が大勢いるわけですね。でそこで、このですね、2割の遅くなった人、また多分クレーム言いますよね。でも高齢者で良かったですよね。ツイッターやってる人が少ないですから、ツイッターで文句を言える人が少ないで、特別定額給付金時よりは表にあまり出にくいかもしれません。だとしても多分区役所とかそれぞれ50人いる大田区議とかいろんなところにですね、クレームが多分来ますね。もう一日も早く接種券来てほしい、それで手続きしたいっていう人がいたと思うんです。それが届かない、誰々は知り合いの友達の誰々さんは届いたのに私には届かないっていうクレームなると思います。これ高齢者にしか送ってないんですよね。大田区民全員に送ってるわけじゃないんです。でそれなのに2割には予定した日に届きません。どうなってるんですかね。ちゃんときちんと届くようなこと確認して、一度に届くように手配するべきだったんじゃないですかね。21日
まあそうやって遅れるって人がいるんだったら、その後何日が後でもよかったでしょう。またもう大田区のですね、こういったことでですね、どうなってるんだっていうクレームのツイッターとかのコメントを見るのも、区民としても嫌ですよね、本当に。大田区のくせいで、本当に、いや、大田区すごいいいことやってるね、みたいなようなことって、めったに見ないですからね。もう PCR センターの設置が23区でワーストでしたとか、定額給付金がいつまでも来ないだとか、PCR の、接種の場所とか増やすっていう、センターの数を増やすっていうのもなかなかしない。本当に大田区政は残念なことばっかり、そういうのばっかり、この1年ぐらい、大田区政とかに興味を持ったのが1年ぐらいなんですけど、そういうのばっかり見てるような気がします。あまりこのことが話題になったりとかですね、しなければいいですけど、まあどっかのメディアがね、テレビとかでも取り上げてとかで、また悪い評判が広く広まってしまうんじゃないかなと、まあ、危惧してます。本当に大田区政で、これはすごいね、大田区すごいねって思われるような区政をやってほしいと思いますけども、まあ、松原区政ではダメだろうなというふうに思います。ということで、今日の動画を終了になります。ご覧いただきありがとうございました。